皆さんこんばんは。ヒーリングライフスタイルの講座にようこそ。今日の講座は、食べるダイエットの講座になっていきます。講師を務める吉村拓磨です。よろしくお願いします。はい、ということで、何回もご参加いただいている方はこちらのダイエット食講座、もうご存知だと思いますけれども、簡単にちょっとご紹介すると、まあ、私ブレイントレーナー、またダイエットもコーチングしたりしている吉村拓磨と言います。私が実体験ダイエット4ヶ月でマイナス10キロできた、その体験をもとに皆さんにこのダイエットのことをご紹介しています。で、こちらでは主に食事のこと、そしてヒルズトレというトレーニング中心の方ではダイエットのトレーニング30分間のコースも行っています。はい、で、今日はですね、その食の中でも冬痩せレシピというのをご紹介していきたいと思います。実際に私が食べているものや、この冬試してみたいなと思ったものなどを合わせてご紹介していきたいと思います。はい、で、まあ、そのいきなりレシピ行く前に、ちょっとこのダイエットが冬になぜ重要なのか、またおすすめなのかっていうことをご紹介していきたいと思います。はい、ここに冬はダイエットのボーナスタイムと書きましたけれども、皆さんいい響きじゃないですか。ボーナスタイム、ボーナス、なんかいいものもらえる。はい、本当にいいものがもらえるんですね。で、これは季節ごとの基礎代謝、人間が何もしなくても消費するエネルギーですね、それがどのように変わるのかっていうグラフになります。はい、で、大体これが3月ですね。3月の時が大体まあ100前後ぐらいとして、そこから4月ちょっと上がって、で、5、6、7、8、9とどん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 下がっていきますね、ここまで。はい、で、見てください皆さん、ここですね、10、11、12、1、2とはどん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 基礎代謝が上がっていくんですね。はい、これは、まあ、夏場は暑いですから体が発熱するの、まあ、この代謝っていうのは結局エネルギーを消費して熱を発するとか体を動かすことですので、まあ、それがどん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 抑えられていくんですね、夏の間は。ただやっぱり冬になっていくと寒くなっていきますね。また私たちこう昔からの習慣で、こう冬はこう冬眠したりとか食料が足りないとかっていうことになりますので、その間しっかりとこう蓄えていく、そんなタイミングが9とか10とかですね、そこでしっかり蓄えたのを冬の間にこう消費していくという感じになっているんですね。ですので、まあ、今日お聞きの皆さんももしかしたらもうすでに蓄え終わってしまって、お腹とか足とかお尻がパンパンみたいな人もいらっしゃるかもしれませんが、大丈夫です。もうそういう人はこの冬、この10、11、12、1、2この間でしっかりと基礎代謝、この上がっていくのに波に乗って、このボーナスをうまく活用していくとダイエットがよりやりやすくなっていきます。はい、でもですね、皆さん悲しいお知らせもあります。冬はダイエットの天敵でもあるんですね。はい、お聞きになっている方も薄々感じている人もしかしたらいるかもしれません。はい、こちらは年齢ごとの1年間の体重の推移を表したものですね。ちょっと今日は男性だけ持ってきましたけど、女性もほとんど一緒です。はい、こちらドコモヘルスケアが2016年に調べたデータになりますけれども、まあ、60代とか、20代とか、30代、50代、40代とあるんですけれども、まあ、それぞれ人は体重違うんですけれども、まあ、ある一定のところだけ同じ動きをしてるんですね。はい、それがこの12月の27週目、最後のところですね。年末のところ、ここで何かグッと上がっていくと。はい、まあ、冬、そして年末年始といえばもうね、忘年会とか、お正月とか、またクリスマスとか、美味しいもの食べるタイミング多いんじゃないですかね。まあ、そういうところでついつい暴飲暴食したり、まあ、偏った食事をしてしまったり、味の濃いものを食べてしまったりしていくと、結果このようにここだけグッと上がってしまって、冬に基礎代謝が上がるはずなのに、結果冬を通して痩せたのではなくて太るっていうことになってしまうんですね。はい、ですので、このここでグッと上がらないようにするためにはどうしたらいいのか、そういったことも今日のおすすめレシピの中で紹介していきますので、そこをしっかりと押さえていただいて、まあ、まずは食事から、そして運動でもダイエットしていけたらいいんじゃないのかなと思います。はい、で、この基礎代謝、さっきからちょっとここでもこうお話しましたね、この基礎代謝ですね。基礎代謝については、まあ、私も以前有料の講座ですけれども、ダイエット の基礎として、基礎代謝がなぜどれだけ大事なのか、そしてこれをどのようにするとダイエットがより楽にできるのかっていうのをご紹介しています。まあ、簡単にちょっとご紹介すると、さっき言ったように基礎代謝っていうのは何も食べなくても1日の中で消費する、
まあ、心臓が動いたりとか、まあ、脳が動いたりとか、消化するのに腸とか胃が動いたり、まあ、そういったもので消化されるエネルギーなんですね。はい。でこれが、もう大体決まってはいるんですけども、その人の体調とか、体温とか、また運動量とか、そういったものによってこう変わってきたりするんですね。はい。で、この上がっていくタイミング、ここで最大限活用していきたいんですけれども、そのために、こう、冬でポイントとなるものがあります。はい。5つのポイントをまずはご紹介したいと思います。しっかりと基礎代謝をこの波に乗って上がっていくようにするためですね。さっき言ったように体調とか体温とかによっても上がりにくい人もいるんですね。そうすると波に乗れずに冬がすごい過ぎてしまうという場合もあります。はい。で、大前提ですけども、先ほども言ったこの忘年会とかクリスマスとかお正月とかで食べ過ぎないということですね。食べるなとか参加するなっていう話ではなくて、まあ、参加してもいいし、食べてもいいんですけれども、まあ、もう腹10分目超えて、もう12分目みたいな、もうパンパンになるまで食べるみたいなのは、ちょっとこの冬は置いといたらいいんじゃないのかなと思います。はい。また、よくあるのが、こう、忘年会とか、まあ、あるいは、そうですね、クリスマスとかお正月とか何でもいいんですけども、こう食べる前に、例えば夜あるとするじゃないですか。で、なんかお昼とか、今日はいっぱい夜美味しいもの食べるから、お昼は食べないでおこうとかって。そうすると、もう夜、しこたま食べてしまいますね。ですので、そういうことはせずに、しっかりと3食リズムよく。まあ、もし、お昼は少なめ普段してるんだったら別に少なめでもいいんですけれども、いつもと同じで変わらないリズムで食事をちゃんと取るようにしましょうという話。逆も同じで、食べ過ぎた次の日の朝、昨日やべえわ食べ過ぎた。だからダイエットしようとして、急に食事の量を減らしたりすると、基礎代謝がガクッと下がってしまう。これは人間の体が飢えを感じてしまって、備えなければっていうモードにまたなってしまうんですね。ですので、まあこういうので食べ過ぎないのもそうですし、まあ前とか後もしっかりと今までのリズム通りちゃんと食事をするというのがポイントになります。はい。そしてもう一つは炭水化物や脂肪、脂質のものは少なくして、そしてタンパク質をなるべく多くしましょうっていう話です。もので言うと、例えば白米とか、まあ、パンとか麺類とかですね。こういったものが炭水化物ですけども、こういったものはなるべく少なくして、でまた脂肪で言うと揚げ物とか、まあそういったお菓子であったりとか、まあアイスクリームとかもそうですね。そういったところはちょっと少なめにして、で、タンパク質、まあお肉、まあ鶏肉であったりとか、まあ赤身肉のところとかですね。まああとはお魚とか、そういったところで、こう、バランスをちょっと変えるっていうのがすごくダイエットにとっておすすめです。はい。このタンパク質が足りてないと最大食べる量が 78% も増えちゃうっていう研究がスイスの方であるんですね。ですのでこのタンパク質が足りないとそもそも暴飲暴食しやすくなってしまいますので、まずはこうもし忘年会とか、まあ、お正月とか何か食べるときはタンパク質から食べるようにしてください。お魚とかお肉とか卵とかですね。はい。で、まあ、締めにラーメンどうしても食べたいとか言うんだったら食べても大丈夫なんですけども、その時は食べ過ぎないということですね。はい。そして、運動をするです。はい。特に、食後のウォーキング、すごくおすすめになります。これをすることによって、その次の食事の時に、食べる量が減るんですね。ですので、まあ、夜なんか食べるっていうんだったら、その前、会場までちょっと一駅分歩いていくとか、早く着いたらちょっと周りを散歩するとか、そうすることによって、こう食欲を抑えることができるんですね。ですので、このウォーキングを取り入れて、また、食前にするよりは食後の方がいいです。これは血糖値の上がり方が緩やかになって、まあ、余った糖が脂肪になって蓄えられるのを防ぐことができるからなんですね。はい。こちらもぜひやってみてください。そして、カリウムを取るということです。はい。カリウムというのは、むくみ対策とかにもよく使われます。使われとか、まあ、必要になるものなんですけれども、まあ、やっぱりこう、年末年始いろいろ食べるときに味の濃いものとかしょっぱいものっていうのも多いかと思うんですね。で、そうするとどうしても水分が体の中に蓄えられてしまってこうむくんでしまうんですね。で、それがなんか太ったように感じたり実際に体重増加の原因になったりします。ですのでそれを取ってあげる余分な水分塩分を体の中に排出するのにカリウムをしっかりと取ってそのバランスを取っていくっていうのが大事になります。はい、これもどんな食材に入ってるかっていうのを後ほど軽くご紹介したいと思います。はい。そして最後は、陽性食品を取るです。はい。皆さん聞いたことありますかね？陽性食品。陽性食品とは何か。
はい。まあなんかあったかそうなイメージがありますけれども、実は陽性食品と陰性食品というものがあります。はい。で、これは、まあ東洋医学的に見て、体を温めるものが、まあ陽性食品。冷やすものが陰性食品っていう感じですね。はい。で、陽性食品の特徴はですね、寒い地域とか、寒い季節に育つ、または旬のものですね。で、また、地面の下に生えたりする根菜系、まあ、あるいは水分が少ないもの、苦い系のものとか、まあ、そういったもの、あるいは暖色系のものとかもここに入ってきます。具体的にどんなのがあるかというと、こんなんですね。はい。まずは、まあ、卵であったりとか、かぼちゃ。はい。そして、蕎麦とかもそうですね。はい。で、あと、エビ。で、ごぼう。で、この、生姜とか、ニンニク。で、お魚とかだと、まあ、鮭とか、そして、人参とかですね。まあ、他にもいろいろあるんで、もし気になる人は、この食べ物陽性食品かなとか、調べてもらうとすぐ出てきますので、調べてみてください。で、一応、この、陽性食品と陰性食品の間に、感性っていうのもあるんですけども、まあ、どっちでもないっていうのも。まあ、なので、全部、ここにないものが全部体を冷やすんだっていうわけではないんですね。はい。なので、まあ、もし気になる人は、これ、どっちになるだろうっていうのを調べてみたらいいと思います。はい。で、こちらはさっき言ったように体を冷やすもの。まあ、暑い地域とか暑い季節に育つもの。地面に生えてる葉っぱもの系とか、水分が多くて、まあ、甘かったり酸っぱかったり、白色系のものとかが含まれます。具体的にどういうのかというと、まあ、例えばレタスとか、キュウリとか、白米とかもそうですね。白っぽいもの系。で、また白いもので言うと砂糖とかもそうですし、コーヒー、南国で育ちますね。で、また豆腐も白いものになります。はい。そして、まあ、ビールであったりとか、バナナっていうのも、この陰性食品になります。はい。まあ、やっぱりね、こう年末年始、食べる量が増えると、飲む量も増えると思うんですけども、ビールとかは体を冷やすいです。逆に赤ワインとかは体を温める方に、陽性にどっちかというとなりますので、まあそういったお酒を飲むにしてもどっちにするかで体が冷えやすいのか、温まりやすいのかっていうのが変わってきます。で、この冷える陰性食品を食べるとどうなるかというと、さっき言ってたこの基礎代謝の波、上がっていくのが抑えられてしまうんですね。体が冷えてしまいますので。逆にこの陽性食品の方は体を温めますので、より波に乗って基礎代謝がもっと上がっていくということです。はい。ということでお待たせしました。ダイエット冬痩せレシピベスト10を発表していきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。